いや、それにしてもね、やっぱりその自民党がですね、野党の質問時間のをですね、削減、削ろうとしてるっていうのが、まあ、これもとんでもないなと、えー、いうことでね、まあ、普段、普段というか、まあ、自民党よりのですね、維新とか、まあ、希望の党までが、これはとんでもないと、えー、猛反発してるっていうことで、まあ、これ当たり前だなと、 え、これは僕はやっぱ民主主義に対するね、僕はもうとんでもなく許しがたい、え、暴挙だと、え、そう言わざるを得ないと思うんですけども、ま、読売系のね、このスポーツ放置がですね、え、安倍首相諸問題丁寧に答えるはずが、野党質問時間削減検討指示っていうね。いや、本当だから、読売までがこう書いてると、スポーツ放置までがね。んで、 驚いたことに、これ立憲民主党の福山幹事長が言ってるんですけども、この与野党の質問時間の配分を2対8に要望したのがですね、当時野党だった自民党だということでね、もう本当なんかこう、そこにびっくりしましたね。あの、態度、立場与党になったらコロッと変えるんかえと。もう本当なんかね、恐ろしい国、 えー、安倍首相はね、美しい国へ、えー、みたいな言ってましたけども、いや、恐ろしい国になってんのちゃうのと、これね。どないなんて思いますね。本当に、もうとんでもないですね。これも絶対、あの、認めたらダメですよ。一歩も譲ったらダメだと思いますね。うん まあ一応あのツイッターの方でもちょっとアンケート、え取ってますんでね。まあ、もしよければ、あの、回答していただければなと、え思います。すでに今100件ぐらいですかね。さっき、えやったんですけどもありがとうございますということで。またこれの結果についてもまた、え明日まで期限なんですけども喋らせていただこうかなとも思ってますんで。これも絶対許しちゃダメですね。 えー、本当に。